来い。ここがお前の部屋だ。その扉は浴室に通じている。この部屋からしか出入りできない。滞在中は自由に使え。何か不都合があれば呼び鈴で家政婦を。どうしたなあ。身の回りの世話と警護を兼ねて一人部下をつける。人選が気に入らなければ言え。違うものを選び直す。わからないのか。リリアーナ・アドルナート、お前は教会で襲われた。そうだな。あのまま教会にとどまっていれば事態は悪化した。違うか。実行犯を処理し背後関係を洗う。でなければ襲撃が繰り返される恐れがある。それまでお前は教会以外の場所に身を隠すべきだ。そう言ったつもりだが。まだ何かあるのか。偶然居合わせたからだ。偶然は偶然だ。事実そうだったのだから他に言いようがない。マフィアのカポである俺が夜出歩くことに何か問題でもあるのか。質問は終わりか。なら今夜はもう休め。何度も言わせるな。これ以上俺の時間をお前のために割くつもりはない。
おや、どうしたんです？あなたのことはダンテ坊ちゃんから聞いていますよ、シニョリーナ。私はジュリア、この屋敷の家政婦です。ええ、よろしく、リリー。それでどうしたんです？こんな朝早くに。部屋を出ていいかわからなかった？それでは、私と一緒にキッチンに行きましょうか。さあどうぞ。少し待っていてくださいな。チョコラータカルダを作りますから。顔色があまり良くないようですからね。あなたはチョコラータができるまでおとなしく座っていなさい。あ、あなた、カポの連れてきたお客さんですよね。カポはそう言ってたけどな。変な奴に襲われてるとこをカポに助けられたんですよね。それも教会で。はい、大体のことはカポが通りかかってくれて本当に良かったですね。って、すみません。その前にまずは自己紹介ですよね。俺はレオ、レオ・カバニス。今日からあなたの身の回りの世話をすることになりました。わかりました、リリー。これからよろしくお願いします。廊下で立ち話もなんですし、まずは部屋に入りましょうか。
じゃあ今後のことについて少し説明させてもらいます。まず食事なんですけど、毎食俺がこの部屋まで運びます。本当はメイドに任せてもいいのかもしれないですけど、慣れるまでは全部俺が。あなたの身の安全を最大限に考慮しろってカポにも言われてるんです。屋敷の中でも油断したくないっていうか、何かあってからじゃ遅いですし。用事があるときは俺か、じゃなかったらカポかニコラさんに声をかけてください。あ、もしかして知らないです？役に立てたならよかった。君のその笑顔が何よりの報酬だよ。じゃあ気をつけてね。ニコラさん、女の子に優しいからな。そりゃカポが一番信頼してる人ですし。仲がいいっていうか右腕ですからね。アンダーボスですし。知らなかったです。そういや、あんまり公にはしてない気がしますね。もちろん他の組織とか警察の間では普通に有名なんですけど、ニコラさんはカポのいとこなんで、血統を重視するファルツォーネではカポの次に偉い人なんですよ。ああ、レオも来ていたんだ。それなら話が早い。やあ、リリアーナ・アドルナート、僕たちのファルツォーネへようこそ。シニョーレだなんてかしこまらないで、僕のことはニコラで。どうしたの？僕の顔に何かついている？それはそうだよ。君みたいな可愛い女の子が来てくれたんだから。少し不謹慎だったかな。君の心が少しでも軽くなればと思ったんだけど。
じゃあ改めて話をしようか。朝早くからごめんね。煩わしいだろうけど、早めに話しておきたいことがいくつかある。だから少しだけ付き合ってほしいな。だろうね。君の境遇には同情するよ。昨夜、教会が何者かの襲撃を受け、君はダンテに保護された。この件は今日の夜にも屋敷中の面々に周知される。それまで君にはできるだけ部屋を出ないようにしてほしい。余計な詮索は避けたいからね。でもできる限り不自由ないようにしますから、何か必要なものがあったら言ってください。他には誰とも会わなかった？じゃあ問題ないよ。でも次からは気をつけてくれると助かるな。じゃあ僕はそろそろ。今日はあちこち出かけないといけないから。教会が襲撃を受けた翌日だからね。アルカでこんな事件が起きるなんて前代未聞だ。ファルツォーネとしてはいろいろとやらなきゃいけないことが多くて。ごめんね、それは教えられないんだ。ダンテから話してもいいって許可はもらっていないから。僕たちはファミリーは常にカポの判断に従う。シスターたちにも君がここにいることは伝えていないよ。どこから情報が漏れるかわからないからね。彼女たちが知っているのは深夜に騒ぎがあって君が消えたってことだけ。僕たちにも都合があるんだよ。表を生きている子にはわからないかもしれないけどね。話を続けますけど、俺できるだけあなたのそばにいさせてもらうつもりです。息苦しいかもしれないですけど、それが護衛役の仕事なんで勘弁してください。一人だと気持ちが落ち込んだりしますしね。いえ、むしろどんと来いです。じゃあ俺、あなたの朝ごはんをもらってきますね。
ジュリアの作る料理は本当に最高なんですよ。どうした？珍しいな、わざわざ電話なんて。例のラオ州の件だ。急ぎか。急ぎだ。今日中に会って話したい。わかった。今夜、そうだな、10時頃にそっちに行く。執務室で待つ。10時を過ぎる場合は連絡しろ。それと警察もアルカの巡回を強化した方が良さそうだ。それも今夜詳しく聞かせてくれ。じゃあな。お疲れ様、ダンテ。もしかして昨日から寝ていない？睡眠が必要になれば寝る。それより今は対処が先だ。悠長にしている暇がないのはわかるけど、それにしてもまさかあの子をファルツォーネで保護することになるとは思わなかったね。だが本来であればもっと早くに保護してもおかしくはなかった。あまり望ましい状態じゃないけど。何か言ったか、ニコラ。これから忙しくなりそうだなって言っただけだよ。でしょ？屋敷の中のことは彼女が大体取り仕切ってるので、何かあったら相談するといいかもしれないです。それはちょっと俺にはわからないです。カポの許可が降りるまでだとは思いますけど。それもわからないです。実行犯を捕まえただけじゃまだ安心できない。その後ろにまだ誰かいるならそいつらも何とかしないといけないわけだし。でもその辺はカポが適切に判断してくれますから安心してください。早ければそれくらいかなと。そうですね、半年とか。状況が変われば新しい指示が出るだろうし、あなたの処遇も変わると思います。それまでの辛抱ですよ。
それくらい教えてもいいんじゃないかって思ってるんですけど。でも俺の独断で勝手なことするわけにはいかないんです。すみません。いえ、いいんです。先が見えない状況で不安な気持ちになるのって当たり前だと思うし。わかりました。夕食前にニコラさんを捕まえてちょっと聞いてみます。話しちゃダメかって。はい、あんまり期待はしないでほしいですけど、でも言うだけ言ってみます。ボナセーラ、少しいいかな。さっきレオから話を聞いたよ。教会が今どうなっているのか知りたいんだって。君がこの状況に不安を感じるのはもっともだと思うけど、決めるのはあくまでカポであるダンテなんだ。僕たちにはどうしようもない。それが組織というものなんだって君にも理解してもらいたい。え？そういうわけにはいかないよ。カポの手を煩わせないように僕やレオが間にいるんだから。そこまで言うなら仕方ないね。ダンテは今夜自分の執務室にいるはずだ。後で場所を教えてあげる。ただし僕が教えたってことを君が秘密にしてくれるならだけど、僕が君のためにできる配慮はここまでだよ。僕にも立場があるからね。賢い返事だね。レオは君の就寝後僕のところへ報告に来ることになっているんだ。だから早めに休むふりをして10時過ぎくらいから動くといい。どういたしまして。そうですね。慣れない環境で気疲れもあると思いますし、今夜は早めに休んでください。じゃあ俺はこれで。ボナノッテ。
情けねえ話だが、警察は今回の件についてまるで予見できちゃいなかった。今もすっかり後手に回ってる。中立であるアルカ地区でよりにもよって教会で騒ぎを起こすとはな。所長も度肝を抜かれてたぜ。神をも恐れぬとはこのことだ。生まれた国が違うと根本的なとこから考え方が違うってのかね。分かっていたことだ。ラオ州、いやヤンにこの国の常識は通用しない。ラオ州は警察に圧力をかけてきたか？現状捜査はどうなっている？現場の刑事何人かに金を握らせるくらいのことはしてるだろうが、特に大きな動きはねえな。なんせ警察は教会襲撃がラオ州によるもんだとまだ確信できてねえ。証拠がねえんだ。誘拐された娘とシスター、せめてどっちかにだけでも当夜の話が聞けりゃいいんだが。二人の行方が知れねえ以上、先行きは暗いな。誰だ？人払いはしてあるはずだが。出なくていいのか？こんな時間に来るってことは急ぎのようなんだろう。だったら俺はまた出直す。いや待て、入れ。リリ、お前ここにいたのか。そりゃこっちのセリフだぜ。なんでもうリリーを保護してたんなら最初から言ってくれりゃいいじゃねえか。いいだろう。保護されている立場でありながら自由に屋敷内を歩き回り、雨津さえこんな夜も更けた時間に当主である俺の執務室を訪ねてくるとは信じがたいことだが。お前をこの屋敷に連れてきたのは俺だからな。そう何度も時間を取れるわけじゃないが、一度くらいなら耳を貸す。ここまでして俺と話そうと言うんだ。よほど有意義な話なんだろう。
マルコ、悪いが出直してくれ。この件については内密に頼む。優しくしてやれよ、ダンテ。この子は普通の子なんだ。指図されるいわれはない。行け。済んだことだ。それはもういい。それで何か用があるから来たんだろう。話すべき時が来れば話す。今はまだ言えることはない。余計なことを知ろうとするな。ブルローネにおいてこの屋敷は他のどこよりも安全だ。俺たちはお前を守ろうとしている。それだけだ。なら死にたいのか？この屋敷の外が今のお前にとってどれだけ危険なのかを知れば少しは納得するか。近頃ブルローネでは誘拐事件が多発している。お前は知らないだろうが、被害者には身寄りのない妙齢の金髪の女性が多いのが特徴だった。おそらく犯行はラオ州の仕業だ。前述した特徴の女性を誘拐し国外に売り払っていると思われる。襲撃者の顔を見てしまったお前は再び狙われる可能性が高い。話があるから来ました。さっきは邪魔が入ってしまったから。まず連れて行く。混乱するかもしれないけど後で説明するから安心して。話は終わりだ。もう部屋に戻れ。
昨日カポがあなたのことをファミリー全体に知らせてくれました。これである程度は屋敷の中を自由に歩けるようになったわけですし、よかったらこれから中庭にでも行きませんか？気分転換になるかも。そうですか。じゃあ読書とかってそんな気分でもないですよね。せめてご家族に手紙を書く許可くらいもらえたらいいんですけど。カポに頼んでみます。だって何も教えてもらえないままじっとしてるのは辛いですよ。あなたが教会と家族と連絡を取れないか頼んでみます。手紙のこと頼んでみたんですけど、許可がおりませんでした。すみません。ダメだ。この屋敷から出すつもりはない。ボンジョルノ、今日もよろしくお願いします。
朝ごはんは食べられそうです？だったらすぐキッチンに行ってもらってきますけど。わかりました。あ、じゃあ俺は部屋の外にいるんで、何かあったら呼んでください。何をやっているんだお前は！嫌な予感がして急いで帰ってきてみれば、お前はもし落ちたらどうするつもりなんだ。打ちどころが悪ければ死ぬぞ。教会は保護した子を礼儀作法に厳しく育てると聞いたが、あれは嘘だったのか？俺に聞くな、このおてんば！お前はどうしてもおとなしくしていられないようだな。怖いか？リリー？え、もしかして脱走？何やってるんですか、もう！レオ、彼女と少し話す。このシーツを片付けておけ。はい、すぐに。行くぞ、リリアナ。してほしいか？
ずいぶん殊勝だな。なるほど、分かっているならそれでいい。それは俺に対する脅しか？納得できる理由ではある。説明してやる。また脱走など企てられては困る。どうしてもというのなら教えてやる。ただし俺の話を聞き終えたら今度こそ部屋でおとなしくしてくれ。絶対だからな。俺のことはダンテでいい。お前をさらおうとした男はファルツォーネが撃退した。聖堂は少し傷ついてしまったが、すでに修復が終わっている。被害は最小限だ。だがラオ州は手段を選ばない。教会だけが危険なわけじゃない。お前がブルローネにいる限り、どこにいても危険はつきまとう。そうだ、この屋敷でおとなしくしている限りラオ州はお前に手が出せない。それにファルツォーネのメンツもある。一度助けた相手を死なせるわけにはいかない。それからシスターソフィアはあの夜の怪我が元で死んだ。そうだ、しっかりしろ、リリー。犠牲となった者のためにも、俺たちはラオ州のやり方を許さない。
ファルツォーネのカポとして必ず俺が肩をつける。だからお前はここで待っていろ。わかったな。